やめろそのギンギンのやつ、寝てくれ言うてんのな。もうなんでもう一人入ってくる。田辺さんにしか着こなせません。まあねお前の目的を教えろ。我々が末広がりずと申します。いいよそんなところで。待て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 、おい木の枝の上で読書は止めます、うん、この前の日経エンターテインメントの嫌いな芸人ランキングに、うん、なぜか何もしてない私が3位に選ばれていたんです。3位。それでは早速爆笑エピソード 2,3、うん、発ほど、すごいなこいつ。まずじゃあ一発目、まず一発目じゃない、こっちは隊長か、俺今日副隊長か、隊長今日はどちらで見てください。隊長チュパカブラが走り出すなよ。おいな、お前言うとっけどな、俺まだ別れてないからな。僕たち一卵性の双子でコンビ組んでますよね、兄の大とですね弟の拓で大拓というんですけど、顔は足りてるんだ嬉しい。あすいません、あどうぞどうぞ。いえどうぞ。あいえそちらからで。いえ貴様からで、ちょっとご相談があるんです何でしょうか。保険を見直したい、うん、ないのよ何を言う。その理解ができないってことは何でなんだろう。理解をしようとしたってことじゃない。だってキャー。でも意外とあの僕なんかあのはっきりと物事言えないタイプで、あんなにわーなんて言うこともないんです。どうならず、やっとお目当ての人が出てきました。誰も言ってへんから。あ言ってない。ゆっくりでも大丈夫です。中心の気圧は。なるほど。これ私が作ったの食べてみて。ほんまにありがとう。いただきます。すげえやろおい。まだまだ若手の24年目熊田雅史です。よろしくお願いします。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。先端が詰まってるんでしょうね。一本だけ立ち入ってありますから気をつけてくださいね、はい、のぞみスーパーエキスプレスオールスルー静岡エリア。ちなみに住まいは足立区です。あ、じゃあもう埼玉だ。はい、埼玉です。今後ともよろしくお願いいたします、うん、やっぱりハゲとるやん千代下達と言いましてね、紹介していただきました通り、はい、一卵性の双子のコンビでございましてね。さっきからわけのわからんことばっかり言うて、あなた本当に警察ですかハイキングウォーキングの、はい、スーパーイリュージョンショー。もう一度だけすみません。原さんと川瀬で頑張っていきましょう。よろしくお願いします。すぐね、イケメンになるんですよミシガンにあります、最終段階いよいよセンターで。いや最終段階じゃないですか。お前俺やりやがったなこの野郎。はぁお前は一体何者だ。じゃあヒーローだ。ヒーローだと。ナスビマンだ。ナスビマン、お前を倒してやる。ヒドリドラゴンボールこれじゃないけど、こうやって上がってきたって。お前はこれこうやってやったらアザラシだね。だって俺がこう痛えな、さっから。知らない方もいらっしゃると思います。はいはい、我々坂下と言いまして、うん、兄貴弟の兄弟で漫才やってます、ね、実の兄弟やってましてね。違うよ違うよで、ね、違うよえシェフ探すと違うよ。今後の目標は、働かずに金を稼ぐ。今一番欲しいものは、口の堅い愛人、うん、ゴミやないか違う3期で1位になったとかゾンビとか言ってんのにどうもトータルテンボスです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやたくさん集まっていただきありがとうございます。姉さんは大きな間違いをしているよ普段はね、はい、大阪の劇場で漫才やってましてね、はい、そうですね、たまにこのルミネの舞台出るんですけどもね、はい、野菜には全て運が入ってる、ね、どういうこと、うん、第1個、うちの大盛りがですねちょっと少なめの大盛りになってまして。少なめの、はい、ジャイ俺ジャイコちゃう。ジャイコやろ。ジャイコちゃう。ジャイコだ。俺はドラえもんやハイボーグあ、撃たれたガイアフライタどれどれどれ左中間に飲まデンツデンツデンデンデンツタイミング今日はクッキー焼かないんですか。いやステラおばさんじゃねえよ。ちょっとパツンパツンの方が向井と言いまして。パツンパツンですね。はい、安いねえ、で、ちょびひげが入ってる方が木村と言います。木村と申します。野生爆弾爆弾コント亀を積む面白いコントなんですわ。炭火焼きでは誰にも負けないという店を出しましたって色んなも焼くんです。でこの店の鉄板メニューは言ってるんです。タレントなんで。じゃあ止めんで。3秒3秒3秒ええ写真ぐらい3 2 1。あパンクマペと言います。よろしくお願いいたしますね。本当にもありがたい限りでは皆様ね頑張ります。おやおや田村さん張り切るのはいいですけどもズボンとパンツぐらい履いてくださいよ。おかしいやろ。私ね能力者なんだ。壊れたものや着物を直すことができるの。バイトのくせにあんな社員ぶる。
どうしよう、まあ秋やからサンマ定食にしようか、君は。うん、カツカレー。なんでやねん。お兄さん、トレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル、どうもよろしくお願いします。山田さんは成田だるまさんが転んだ。全然です、全然です。京都大学法学部を卒業しましてね、ほんまに、ね、あの子供の頃から賢いんですよ。いやいや、これはもう事実なんですよ。そうなんだ。何作ってんの？え、ケバブ。何作ってんの？誰が家庭でケバブなんか作んねん。ケバブ。安心してください、入ってますよ。見て分かる通りね、彼ね、ちょっと好感度がないんですよ、ね。今日いきなり何ちゅうこと言うの？あの得意ですか？あのって何ですか？あのやろ。ね、ありがたいですね。漫才見るより寝てる方がよっぽど面白いもんね。大事な、あ、起きなくていいんですよ。知らないでいい。隣よろしいですか？どうぞ。相席スタートと言います。よろしくお願いします。採点を担当してます、私、あの精密採点デラックスの鈴木と申します。背が高い方が安田と言いまして、低い方が石井と言います。はい。少し見ない間に皮膚伸びたんじゃないですか？やだ、やめてよ。すいません、後ろに人入られてますよ。自分で注意せえ。聖子と渚でやってるんですけれどもね、皆さんどうですかね、こう実際生で見た、はい、私、聖子は、ありがとう、団長、もう殴らないね、ありがとう、ありがとう。大丈夫ですよ、僕らで終わりですから。そうですからね、皆さん出てきた瞬間にまだあるのっていう空気がうわー来たけど。どうもこんにちは、トロサーモンです、お願いいたします。僕もそうです、よろしく。分かってるわ。久保田君、どうですか今日のご機嫌は？いやー、カロちゃんのボンジョビはいつ聴いても最高だな。社長、バンジョビですよ。いや、発音よ。ロフト行ってからパンケーキ。いやいや、パンケーキ行ってからロフト。パンケーキ行ってからロフト。どっちでもええわ、そんな。あーいと言いまった。やってみろ。どうも、クロさん。あー、今日はまるら一つ頼んだぜ。二つしてる。借金返すのか返さないのかどっちだ。俺は絶対返さねえ。肉体にした短パンやんか。お前誰やねん。俺やで。いや、分かれへん。